これは盆栽プラスさんにいただいた木ですね。あ、これサンタさんにもらったやつだ。サンタさんにもらったやつ。大きい木は大変だ。こんなので見てたってしょうがない。この辺までもうちょっとくるやね。ここがね、これこれちょっとここがもう細くなってるから、一応ここ水水が生きてると。うん、生きてる。こっちも水水が生きてる。両方生きてる。こっちも生きてると。ここが境目だよ、はいはい、こっち側ちょっと様子見ると、うん、あとこれ少しね彫刻しときます。はい、じゃあ次出るときはちょっと彫刻がされてる、うんうん、彫刻入る。少しね彫刻しときます。これしばらく見ない間に割れ目がここまで来ましたね。やったの一回やったの。12月になりましたね。寒くなってきましたね、はい、これはあの夏すごい暑いとこに耐えて、それであのここまでなってます。これはあのいただいた木ですね。そうです、あの3年か4年ぐらい前かな。3年前ぐらい年末に割ったんですよね、これ、はいはい、そういただいた木、視聴者の方からいただいた木なんで、やっとねここに木挟んであったんですけど、これ取れて2つに割ったところ取れて、もうここは癖ついてますね、ここは、うん、でね、これ太さを見るとね、はい、ここの太さが大体5センチぐらい、うんうん、元がそれをまず最初バーンって、ね、立てた時半分にして、はい、それでそのまま持ってました。そして今回ねやったのはもう一回あのシャリ削り直してます。そうですね、シャリ結構入ってる。シャリがねもっとこれ長かったんですよ、ここがこっちへ変わってたのかな、うんうん、それもう取っちゃった。で少し短くしてます。でシャリをもう一回削り直してます。こう幅がね、太さの幅がねちょっと一定の幅じゃなくてこう違和感があったんで、もっと細くしてます。あとですね、ここを二分割し、最初二分割したんですけど、またここで割ってここですね。でここでも割ってます。割ってますね。なんかこれ。増えてるなと思いました。もうこれ限界かなっていうことです。すごいですよね。でここ水水見てください、これ、はい、あ水水だけ浮いてる。この水水、うんうん、これで今年の夏越してますからね。これだいたい、ね、1センチいってないと思います。ちょっと測ってみますからね、うん、だから心拍がねここまで細くできるんだなって、うん、多分ね1センチ切ってると思います、これ一番細いところで。は6から8ミリぐらい、これでこれでずっと生きてますからね、これも。で反対側の水水ですね、はい、こっち側なんですけど、これ1本で水水が枯れてますから、これこの線が、うん、でこっちの線で生きてるんだ。でこれもね後であの削り入れてもうちょっとあの立体感が出るようにしていきます。なるほど。最初はねこれ太い丸幹だったんですけど、はい、それを2つに割ったことによってね、あの一応細い木、うん、細い木になってるんです。一応盆栽見るときは太い木か細い木か、それで まず見極めしてどういうふうに作っていくかってことをやってますけどね。これだと2つに割っただけじゃね、まだちょっと物足んなかった、うん、これでここで2箇所割って4分割してます、うん、4分割そのことによってこれが下下げて下がってきたんですよ、はいはい、これも下がってきたんですよ、うん、だからここの空間に枝が入ってきてる。それで最初のね正面ってこっちだったんですよ。こっちで作ってました。これこういう形ね。で頭はちょっとこっち向いてくればいいかなって。ただしねこれ見るとねこれがね結構役目してるんですよ、これ、うん、これがこの辺いいでしょ。こっちも針金かけたんですけどね、はい、この辺がいいかなって。でちょっとねこうします。はあはあ、ちょっと起こすとここが見えてくるでしょ、はいはいはい、このいいとこがね、うん、また見えてくるんで水水も見える、うん、ちょっと起こせたらいいかなって。そういうことだ。ただし頭が若干後ろ向きますけどね、これはこれでいいと思う。で頭はどこの
頭はこれ。あ、それ頭ってことね。これ天神ですからね、原型は。この空間がね、いくらか埋まったかなっていう感じしますけど、はい、ってことになって、で、これね、白いところもほとんどないんですよ、これ。ほとんど芯になって削ってますからね。まだこっちも削ってないんですけど、こういう白いの残ってるとこ、うんうん、これは全部取ってきますから。取るとか木の流れを見ながら取っていますからね、うん、こっちはまだ削りあんまり入ってないんですけど、こうずっと板じゃなくて立体感が出るようにこう取っていますから、うん、こっちはねもう大体終わってます。はい、よく生きてたなっていう。よく生きてましたね、本当に。ちょっとそれで歯があんまりこう閉まってないんですよ。で、植え替えっていうのは根っこほぐしてないですからね、これね。あ、そうだっけ。そのまま丸のまま入れただけだ、これ。はいはい。でもう少しね、あと1年ぐらい培養して、この歯がね、もうちょっと固まってきたら、結構見られる気になるんじゃないかと思います。こっちはね、元気ですもんね。うん、面白いですよ。それからね、もっとね、これが、ここまでこう来ちゃったのかなってね。植え替えで、うん、こういう形。天神がね、すごい奥行っちゃいますけど。これ頭こっち向けりゃいいんですか。あ、で、そこ曲げると。そうそう。これはグッてやる。もうここは枯れてんだから、結構どうにでもなる、ね。どうにでもなる。陣の曲げ方は別でね、動画前撮りましたので、ね、うん、そうそうそう。それ見てください。じゃあ、ポキってくるかもわかんないですけど、ね、それはもう覚悟で。ここもそうですよ。こう割るのもね、これ3日かかったですよね、割るだけで。割るだけで3日。木目ずっと見てて、ね。だってこれ彫刻もすごい時間かかってるんじゃないですか。これ結構よくできたでしょ、これ。結構時間かかりました。かかってますよね。これは3日かかってる、ここ、ね、3日かかって、うん、これ1日何センチか。こっちやっても裏側ですか ね、 ね、これ両方これやっていかなきゃならないんで、すごい時間かかる、うん、それとあとこの水水を見ながらね、うんうん、ここからそういうの途中で来ちゃったらもうおしまいですからね、はい、そういうのを注意しながらやってきましたよね。あの木でこんなに楽しめるとは、うん、結構ね心拍が次どうしようかな、どうしようかなって私いつも考えてるんですよ、はい、これ面白いですよ。面白いですね。削っていくんですけどね、この道具は私も自分で作ったんですか、はい、これ、これね、みんな欲しがってるやつ。こういう道具大体ね、細さがこれ1ミリ以下になると思いますよ、この線つけて、ね、この先端が細いのがね、売ってないんですよね。これがね、なかなかできないんですよ、これ、ね、曲げるときに折れちゃうみたいな。これが一番細いんですけどね、うん、これ鋼使ってるんですけど、曲げてポキって折れちゃう、折れちゃう、この細さ。それ一番細くできた、これです。相当細い、きっと御用松いじってたんで手が汚い。でね、これ竹の箸やってからね、うん、しなるんですよ。しなる、それもいいみたいですね、うん、これも結構いいと思います。もしね、そういう鋼とかね、なんかあの鉄工をやってる人がいたらね、ここに作ってもらったらいいかなと。そうですね、先生にお願いしてもちょっと大変だから、うん、ってことです。一個作るのにね、一日かかったらできないからですよ。もう折れたらおしまいだから。そうですね。で、この削り方ですね、普通の人だと真ん中から削っていくんですよ、ここが、うんうん、真ん中の出っ張ってるとこは、はいはい、それやっちゃうとこういう流れってのは出てきませんからね、うん、この際です、これ際、こうこう取っていく、水水とシャリの際、そうそうそう、これをきれいにこう取っていくんですよ、うん、そうするとこのちょっと深めに掘っていく、はい、そうするとこの水水がこうやって巻いてきますから、肉巻きしていく、時間経つとこうなっています。で、ここもずっと全部こういってますからね、うん、でこっちはね、あとここも水水やるんですけど、これまだこう見てないんですけど、もうちょっと細くなると思います。これ一回ね、シャリ入れて1年ぐらい置いとくんですよ、はい、そうすると木が固まってきて、で、こう白田っていうここから、うん、白いとこ、白いとこ、ここがボロボロになってくるんですよ。ほうほう、これ取ってきてください。そうするとこれだけ残ってきます。目がよく見えるようになってくる、うんうん、流れが。流れが、ね、それでこの芯になると刃物がね、こう削れてくる。刃物が削れる。刃物で削る。ああ、最初のうちはこうビーって引っ張って向いてるでしょ。うん、それここを削っていく。で、こう立体感を出してくる。これは作る人のセンスになってくると思いますけど、ここまで来たらもう自分の感覚で取っていく。うん、絶対作っちゃいけないのが刃物傷ですよね。刃物で削ったなっていうと、ここなんかまだできてないですけどね、ここなんかそうですよ、こう削ったなって刃物傷、こういう、うん、刃物を取ったと、うん、こういうの消していくんです。なるほど、細かい毛、うん、こっちもね、こう、こっちもちょっと入っていく、まだね、うん、もうちょっとだいたいこれ、こっちのシャリは自然な形で見えるかなって。そうですね、こういうシャリの作りをよそで見ないんですよ、うん、こんな細かくやってる人いないじゃないですか、うん、そう、これだってだいたいね、心拍削ったら1日大きいやつだってね、うん、10センチ削れればいいかなって。
そうですよね。ですよね。で削り終わったら1年ぐらいそのまましといて、と白いとこ白戸っていう部分がちょっと腐ってきますんで、そこを取っていく、それ何回か繰り返せばいいんですよ。なるほど。白戸っていうのはこれですかね。ここが芯、赤ですよ、色が、はい、ここが白戸って、ここ白い、よく丸系のこうテーブルなんかで、はい、真ん中が赤くて、端っこが白くなって、白いとこがこの白戸ってこの部分です。外側の部分ですね。そう、外側の部分。もう芯だけでして、それから削りを入れていくって感じ。で、今日これは何かするんですか、最後。これはね、あと次やるのはね、まだここのシャリもう一回削り直して、こっち。はいはい。それと、あと針金かけ。ここはこの部分がね、かけたんですよ、針金かけて、アルミ線でね、かけちゃって、いいこと聞かない、アルミ線、先端だけでもね、導線かけようかなって、こっちは導線かけてみます。はい、これでも、正面こっちですよね。正面ね、こっちにしました。なんか結構こっちに返してるような枝作りじゃないですか。返すんですか。返、両方でこうくるかわかんない。このぐらいにするんだっけ。このぐらいこす。こっちの枝もこう返してくる感じですか。これはね、返すか上げるか返すか、ここ切ってるんですよ、これ。だからもうちょっとさ、このまま下げるか、もうここはいじれないんでね、はいはい、枝先だけでどうにするか、下げるか、ね、ここ隠したいですよね、このね、直線の向き、ここそうそう、この直線隠れる、ね、隠したいかなって。あとこっちはだいたい葉っぱができてるんですよ。それはこの辺の裏枝にするんですか。裏枝になる。でこれがこの幹を切ってるっていう。だからもうちょっとこう下げて見せるようにして、それとここの立ってるこれを隠すような形。なるほど。そういうの作ろうかなと思ってます。シャリ作るのは時間かかるんで、これこっちやって、あとまた次の機会にね。また次の機会に、ね、毎回見るたび形変わってますもんね。針金かけよう。ここからいくか。はい。ね、これから針金かけますけど、あんまり結局これできないですね。しだれ心拍なんですね。しだれ心拍。これはね、ちょっと刃先だけでもこう上を受けとかないとね、なかなか元気つかないんで、針金かけてきます。はい。導線かけるの久しぶりです。あ、本当ですか。アルミ線ばっかりやってる。3年でね、こ結構食い込んだんだよ、これ。こういうところも少し芽が吹いてきてるんですね。これ。あ、本当だ。これも残しといて、少しこう小さく持ってきて、はい、このまま何もしないでかけてきます。はい。一応缶抜きになってるんですね、そこね。缶抜きになってるんですね。そう、ここ缶抜きになってる。上向きにして元気にさせると。上向かせとかないと元気にならない。元気になってます。こっちはちゃんとなったでしょ、上のね。これがしだれ心拍になっちゃってから。しだれ心拍だ。違うでしょ、葉っぱが。ですね、下のやつの。でも元気。こっちは針金で上がってたからね、こう樹勢ついたと思う。だって同じ幹だもん、これ、最初は。はいはい。やっぱ光が大事ですね。次は、先端は22番。22番。こっちはね、先端をね、0.8 のね、はい、アルミ線かけてる。いいこと聞かないでさ。いいこと聞かないんだ。上から見ると目立つだろ、この半抜きが。目立つ、見ますね。開いちゃってますもんね。うん。抜くとしたらこの枝ですか。流れはこっちですか、どうすっかね。今ここは流れはこっちした。これ今こう、こっちだ。だからこれ、こっちを切るのかなと思ってます。全体的にこれもやってみてから、そうですね。流れ決めます。ちょっと決まってないんで、とりあえずはもう見せるような。はい。まあ下げていく感じですね。下げて。取っちゃってもいいかなって感じだな。これを。あ、そっちの枝。うん。やっぱりね、導線の効くわ。導線のが？うん。効く。自分の思い通りになるわこれ。やっぱり小白には導線なんですかね。うん。うん、なるほど。これとこう向かうってから、ね、違和感ないかなっていう感じです。あとこれができてね、どうなるか。そうですね。こっち今度かけてみます。これいらないですね、確かに。これいらないよね、これね。無事でしょ、いいか、もう取っちゃうわ、これ。で、こっち針金かけ、針金かけましょう。ここね、ちょっと剥がれてきてるんだ。折れてきてる、
そこが割れてるんですか。うん、あ、本当だ。ちょっとこう下がくっついてるぐらいだ。上がパックリってますね。厳しいな、これ。縛っちゃうか。もう点で繋がってるぐらいだ。うん、これシャリ、こういうとこ見てください。紙です、紙。紙？紙一枚ぐらいの薄さになってる。ああ、薄さが。こういうとこ持って。こういうとこね。ここ紙一枚ぐらいの薄さに削り込んで。相当時間かかりますよ、これ。ちょっとあんまり知れないな、ほら。ここの間。うん。ここが空きすぎてる。これちょっとこう上に入れてくるから、この間に。うん、ああ。これはこれで。あ、分けて。こうだね。なるほど。いいのかな。2つのブロックを作る感じですね。こっち行くか。陽キャだった。じゃあね、針金かけ、この部分。終わりました。あと、全体的に枝整えていきます。はい。これを取っちゃう、これね。これ、G にします。はい。ダメになっちゃうな。ん？細すぎ。これがいらないかなって感じ。またメリさんもだんだん減ってくる。とりあえずつけとけ。はい。これ長い方がいいもんね、これね。ああ、弱い方がいいってことですね。ちょっとつけとく。うん。君が綺麗ね。これどうすか。あ、僕の火。太陽、日よけを高木さんがやってくる。すごい変な絵になって。空間埋まってるもんね。うん、こんな感じで。ここに見えてきた。そう、この辺、この枝は見切ればいいと思うよ。この枝はですね、こう見せれば。あれだ、ちょっとこっち向けんだけど、うん、これは勝負だね。勝負。こっちが向かってくる。あ、シャリを曲げるのもね。割るじゃこもかんない、これ。うん、鳥がこう来たらもう完全に、うん、もう枝の配置が独特ですよね。うん、そう。こういう木ってなくないですか、あんまり。こういうの作ったことないよ。こっち置いてね、こうだろ、両方でこうやったら。はい、はい、大体流れ決まるけどね、どっちか流れ。だからこれ全部こっちに流したら、ここおかしいと締まりがなくなると思う、これ。うん、全部こっち、そこで全部後ろ向けるわけにいかないしね。うんうんうん、ちょっと変わった作りになってくる。変わった木ですね。気に入ってここなんだよ。そこが気に入ってんすか。これもうちょっとこう皮むいてシャリ入れてくるから、はいはい、ここ次ね、そう、次また変わっていくのかな、うん、そう。全体的にはもうこれで落ち着く。もう割ることもないしね。もう割ることもない、うん、3年ぐらいでこのぐらいできるんだからね、はい、心拍面白いですよ。であとこの冬このまま外で持ち込むから。持ち込むと。もうね、これシャリができたら塗っちゃう。石灰用語剤。収穫が上がってくると思う。お化粧するから。お化粧してね。うん、いい気になったと思うよ、これ。うん。原型はないですけどね。うん。原型はなく。原型はない。水吸い。はい。1センチありゃ、うん、夏越せるから。なるほど。わかりました。それぐらいに思い切ってやっちゃった方がいいと思います。心拍作ればやな。はい。だから、太くて、どうしようもない木を割って作り変えてるわけじゃないですか。そう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 。皆さんも、うん、もしやる機会があればどうですか。でね、これはね、あのこの木、前から言ってるんですけどね、はい、あの虫が中入って、はいはい、その筋の通りに削ってきたところもあるからね、うんうんうん、虫食いってその通りに削っていけばこうシャリが出てくる場合、うん、天然のシャリはね、うん、そう、天然のシャリ、虫がそれあったらそのいろいろ作り方があると思う、うん、以上です以上です、うん、ありがとうございました、はい。